どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はですね、睡眠に関する動画がナミさんの方から送っていただけましたけども、私の方はね、昨今の状況を踏まえて災害対策についてちょっとお話したいと思います。現在ね、秋田の方でも災害がございまして、それから九州の方もね、水害に見舞われて、日本全国、なんと言いますかね、吸った問題になってるわけですけども、やっぱりね、災害ってのはこの日本特別に多いわけなんですよ。地震は言うに及ばず、やっぱ水害ですよね。台風などの水害にもやっぱりこう脆いかなというところがあります。というのはね、日本の国土の半数以上っていうのが山々でできてるんですよ。それから海にも近い、海に囲まれてるっていう国土もありまして、やっぱりね、川の氾濫ですとか土砂崩れっていうのは避けられないわけですよね。で、やっぱり住まいっていうのもそういった近くに、例えばね、裏に山があるような環境に、家が建ったりとかね、そういうところもあるわけなんですよ。こういったあれですけども、安全度の高いところはコストが高くなりますんで、それなりに裕福な方が住むようになっちゃいますし、家賃の安いところっていうのはね、やっぱりこう、川の近くとか、土砂が崩れそうなところとかっていうのになってる場合もあってですね、私も広島の豪雨災害の時には、まさにね、それを感じたわけなんですよ。本来なら建てちゃいけないようなところに規制緩和で家が建つようになって、で、そこが、激甚に見舞われたってことなんですよね。非常にね、やらせないところがありました。一部にはね、行政の責任ではないかなっていう声もありましたけども、建築許可が下りたようなところと、それからそこに実際、災害に頼るような、環境を整えなかったってことで、責任の所在は曖昧になりましたね。でも結局、その煽りを食らうのは一般市民ということで、悲しいところでございます。はい。それでね、私たちがこういった時に、災害に対して、じゃあ自分だったらどんな対策をしていたかなっていうところを、やっぱ振り返るいい機会になると思うんですよ。災害ってのは、もう本当に毎年のように起きてますし、それこそね、どこかで今も新しい災害とか、水害に見舞われてるところがあるわけなんですよ。じゃあそれを対岸の火事とするんではなくて、自分たちに守れる、身の回りを守れることはないかなとか、こういう時に自分たちが確認できることってないかなっていうふうに考えることができるっていうことなんですよね。代表的なのが、水の備蓄がありますか、食料品の備蓄がありますか、エネルギーの方はちゃんと確保できてますか、充電器ですよね。それから太陽光の、なんかね、充電設備っていうのもあると思いますし、私の場合はこうやってぐるぐる回したら発電できるようなね、そんな USB 付き懐中電灯があったりとかして、ラジオも聞けるやつなんですけども、そういったものを用意してるとね、ちょっと心強いかなと思います。もちろんそういうものが役に立たなければ役に立たないで、災害がなかったってことなんでいいんですけどもね。で、備えあれば憂いなしという言葉は昔からありますけども、何かが起きた時、万が一の時に自分がどんな対処をするかってことは、何も起きてない時に準備することですからね、やっぱり。はい、失礼しました。で、その他なんですけども、家族との関係です。やっぱりね、自宅にいて、家族みんながそこにいる時に災害が起きるみたいな都合のいいことって起きないわけですよ。だから、家族の誰かが出勤していたりとか、よそに行っていた時に災害に見舞われて、お互いの安否をね、気遣う場面っていうのがあると思いますけども、そういう時っていうのはこういった通信が、やっぱりなかなか使えなくなってくるんでね。じゃあ災害、伝言ダイヤルみたいなのはちゃんと確認できていますかとかね。どんな経路で避難をしますかってことを、やっぱり普段から確認しておくこと。それから普段、自分の行動範囲の中で近寄らない方がいいこと、ところとか、あとは災害が起きた時に頑丈そうなね、逃れやすいところとかっていうのも少し意識しておくといいのかなと思います。その辺ね、皆さん、そしてナミさんはね、どのようにお考えなのか、またお考えがあったら聞かせていただければと思います。それでは今回は以上です。お疲れ様です。